コンテは自分が全権とかそれに近い条件のウェルチームじゃないとっていうかそれを見極めてシーズン途中からスパーズ就任したんだと思いますが話が違うみたいなことなんですかねえおさんコンテいつまでスパーズに残ると思いますかそれを見極めてっていうか結果そうなったんじゃないですか前のヌーノとの交渉どうなったかわかんないけどまああのコンテってギャラ高いじゃないですか当然 であの、チームの補強とかも要求するでしょ。ってなると、そういうところでさ、やらやすいチームというかね、上にあんま文句言わないみたいな。で、ある程度結果出してくれそうみたいなので、ヌーのしたと思うんで、そっからね、コンテになって。で、コンテもね、優勝させろっていうか、まあ、それだけのお金で呼ばれてるか、あのお金でね、27億とかでしょ。違ったらごめん。でも、まあ、高いよね。その年俸でさ、別に何、何 ?CL 取ってくれればいいですぐらいな。まあ、今季はそうかもしれないけど、来季以降優勝争いするっていう中でさ、 あのプレッシャーかけるみたいな。ただそのやり方がちょっと下手っていうかそうあの、直線的すぎて、うん。大っぴらにフロント批判っぽいことをじわじわやりだして、それでね、まあね、フロントも人ですからね。あっていうか、大っぴらにそれ言っちゃう人って裏だともっと言うでしょ。こいつ、監督としてはいいかもしんないけど、今後一緒に仕事したくないわって絶対なるんですよそう。だから、コンテにはね、コンテの補佐役みたいな人は必要かもしれないですね。コンテのえぐみというか、嫌なところが見えなくなるようにする人。 秀吉に橋場秀長がいたときは良かったみたいな。秀吉の弟が、参謀ってより補佐役でいて、その人が死んでから秀吉がおかしくなったっていうか、まあおかしくなったように、まあ、見えるっていうか、なんか、秀吉のえぐみがどんどん出てきたのよ。粛清だったりとかいろいろ。ボケたとか言われるけど、もともと秀吉のそういう、なんていうの、行動力はあるけどやりすぎるとことかを収めたりとか、悪く見えないように絶対してたんだよね。そういうのがコンテにはいないんじゃないかなって思いますね。みたいな感じでありがとうございました。